日産から新型 SUV のキックスが発売された。そのベースとなる車は2016年に海外でデビューしており、日本市場に向けてデザインに手が加えられているという。そこでチーフデザイナーに話を聞いてみた。今回お話を伺ったのは日産グローバルデザイン本部プログラムデザインダイレクターの入江慎一郎さんだ。入江さんは2016年に海外で発表されたキックスのデザインも担当。2012年から2013年頃にデザイン開発がスタートしたキックスは、ブラジルやメキシコ向けに小さく手軽なコンパクト SUV がこれから市場で流行っていくので、それを題材にデザインを開発していこうということが始まりだった。入江さん自身もまさに今本当にコンパクト SUV の波が来ており、海外を皮切りにそういう流れは絶対に来るなと当時から感じていた。また私自身もそういう車が欲しいと思っていたという。実際デザインする上ではカジュアルでかつダイナミックなパフォーマンスがそのままデザインに反映されるような SUV にしたいと思っていたと入江さん。ともするとクロスオーバーみたいにどちらかというとハッチバック寄りのデザインになりがちだが、あえて本格的な SUV を目指して開発していった。またいかに現地で目立つか際立つかを考えたと話す。そうして2016年に海外で登場したキックスだが、その時から日本への導入は考えられていたのだろうか。入江さんは正直考えていなかった。海外で終わるはずだったと明かす。ではいつ頃開発がスタートしたのか。日本市場に向けては2018年の終わりぐらいからデザイン開発がスタートした。まさに超特急だったとのことだった。しかし一方で入江さんはこのキックスのデザインは日本にも通用すると思っていた。フロントトリアの改修をすれば十分日本市場で受ける車ができると思っていた。実はこの企画はデザイン部から出たところもあると述べる。これはまだ日本に出すことが決定する前に海外で出したキックスをベースに今回のようなスケッチ案を提案したところ、これは日本でも十分通用するという判断になったと当時を振り返る。その際は日本に出した時に本当に通用し受け入れられるのか、色あせて見えるのではないか、デザインが4年経っているので古臭く見えないかが判断され、入江さんはデザインを今回のようにすれば日本の市場でも絶対に受けるというスケッチを描いて本決まりになった。その絵がなかったら今はなかったかもしれないと述べた。その結果キックスの日本導入につながっていったのだが、日本仕様をデザインするにあたり何を重視したのか。日本市場に向けてはスニーカーみたいな足車のイメージだけでは不向きで、お客様が実際に買う時にコンパクトでありながらもプレミアム感を重んじるだろう。そこでただのコンパクト SUV 以上の付加価値をデザインで補うことによってより魅力が増す車型になるのではないかと考え、開発当初からそこを重点的に内外装とも気をつけてデザインしていったと語った。